はい、皆さんこんにちは。今日はソウアネスミさん来てます。よろしくお願いします。以上どの防寒48443ですね、コートのね、コート型です ね、はい、ちょっとね、こう下見えてないですけど、はい、なんか丈で長いやつ、はい、丈長いです、いい感じですね、これ、ね、絶対あったかいでしょ。しっかりお尻のあたりまで、ね、隠れる、コートタイプです ね、あのブルゾンのね、あのキュッと締まる感じが嫌な方なんかは、まあ、あとコートのタイプの方がいいかもしれないですね。超売れ筋ですよ。そうですね、あのいわゆる裏アルミですね、マホビン効果のですね、裏アルミを前面に貼ってるというのが、まあ、一番の特徴ですね。ですよね。もう着てる、ここに今立ってるだけでちょっとポカポカしてくるような。はい、あの非常に軽いんですけどね、外生地も柔らかいしね、はい、柔らかくて軽くて、それでもこう、まあ、体がポカポカしてくるような、そういった商品になってます、まあ、非常にいい商品ですよね。最近ね、裏アルミって言ってもアルミのプリントのやつとかあるけど、はいはいはい、これはもうガチアルミ、正真正銘のアルミですので、うん、元祖アルミですよね、非常にまあ暖かさは、まあ、あの着ていただければ実感できるかなと、そういったアイテムになってます ね、軽くて、はい、暖かいで値段は普通そこそこですね、やっぱり値段相応です ね、うん、いい商品ですから、ですよね、まあ、シルエットも普通だし、ね、これ L ですもんね、はい、あの万人受けするシルエットだと思いますね、うん、絶対寒い地方ではね、いいと思います、重宝されると思いますね。で色が紺と、はい、ネイビーとブルーとグリーンの3色ですね、まあ、やっぱなんだかんだこれかな、まあ、ネイビーがね一番無難ですかね、はい、そうですよね、うん、じゃあぜひとも、はい、ちょうど48443、よろしくお願いします。